一皿シェフズテーブル。この番組はグルメサイト一皿の編集長と編集部がプロとして料理をこよなく愛する人々ディッシュアーティストをゲストとしてお迎えし、毎回テーマに沿った思い出や料理に対する思い、アイディア、また食のネクストトレンドを語り合うトーク番組です。本日のゲストは肉山の三山秀明さんにお越しいただきました。お話を伺うナビゲーターは一皿編集長小西克弘、一皿編集部辰野口久美子でお送りします。こんにちは、一皿編集長小西克弘です。一皿編集部辰野口久美子です。今回も前回に引き継ぎまして肉山の三山秀明さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三山さんがお店を吉祥寺に出されて、はい、それが最初から赤字を出さずにずっと黒字でやってこられて、野球人脈も大阪の友達人脈も使わず、はい、東京です、まあ、単身勝負なさって、成功されたと、うん、でその流れの中で、まあ、節目でしょうかね、10年ぐらいされた時に肉山というお店を、はい、初めてお出しになられたということですよね。このあたりのお話ちょっと教えてもらえますか。はい、オープンして丸9年経って10年目になった時ぐらいに、僕がそのホルモン屋の現場を、週1回ぐらいですかね、しか入らなくしたんです。はい、まあスタッフも頑張ってくれたんで、はい、要は2人しか入れない店なんですよ、はい、狭いから、はい、でまあ頑張ってやってた、はい、でまあその分その頃も稼げるし、はい、でやって、僕はなんかこう外でなんかこうどっか飲みに行ったり飯食いに行ったりいろいろしてたんですけど、まだ42歳ぐらいだったので、なんかそうするといろんなことが楽しかったりするのかなと思ったんですけど、大して楽しくなかった。お金がなくなるだけで、でまあもっといろんなつながりができたりするかなと思いましたが、そうでもなく、でまあまだ若いし、引退する年でもないので、もう一回なんか店やろうと、でたまたま近くに、本当すぐ近くに物件があったので、まあとりあえず借りようと、借りてからやること考えよう、出た出た、はい、先にこう、まあね、とりあえず決めちゃうっていう、肉山スタイルで、まあ、今回やるんであれば、まあ今まで10年間お客さんに焼いてもらうと最終調理をお客さんに委ねてたので、今度は自分でこっち側でやろうと、でまだ何を焼くか決まってない状態なんですね。で最初は何でもよかったんですけど、僕が現場に入ってまず店が僕を縛ると、店がオープンしてると僕が外にも行けないので、まあそんな売り上げとかも気にせず楽しくやればいいんじゃないかと、ホルモン屋の店のお客さんが卒業した人、引っ越してとかいろんな経緯でもう来れなくなった人、飽きられた人もいらっしゃるんで、もう一回戻ってくることは無理かなと思って、でまあオーナーが戻ってくるし、お客さんも一緒に戻ってきてくれと、っていうコンセプトで、僕が焼いて何かを出そうと、じゃあ何焼こう、お肉を焼こう、ただお肉といっても牛肉とか鶏肉でもなく、僕が肉って決めたやつは何でも肉だみたいな、例えばこうマグロを食べたり、大きい平貝とか食べると、お肉みたいって言いますよね、まあまあ 肉質感っていうところと肉だと思うんですけど、それでいこうと、何でもいいと、これがにこれこの分厚いうなぎは肉だ、これ肉俺が決める、はい、でやろうと思って、創業の店の輪で試食会をしたんです、はい、6人集めて、はい、で飲み放題で1万円で、はい、でやったら、自分でやっててもこれ、ええ感じやなと思いまして、でお客さんも6人までしか入れませんという、もう店はできてたんです、その時に、22席の、でもカウンター9席ありますけど6人しか入れないと、で僕も一緒に飲むと、昔話しながら飲もうみたいな、で僕がお肉と決めてやつをやろうということで、店名も肉三山だったんです、あのイメージとしては、まだ決め、まあ、オープンしてないんで、で
その時に試食、うん、何回か店でやりながら、うん、あの牛肉の赤身肉なんかを焼いてると思いのほか反応が良くて、うんうん、あれこっちと思って、だんだんその割合を増やしていったら、うん、どんどん、まあ、豚肉と牛肉と馬肉になる、馬の肉だったんです、うん、そしたらまあわざわざ穴子とかうなぎとか使わんでもこれでしっかり焼けばいいかなっていうので、うんうんうん、コンセプトをそっちにして、うん、名前も肉山にしよう、うん、ひっつけて肉山だみたいな感じでにしたんです、うん、じゃあこの5センチ8センチある肉をどうやったらうまく焼けんやろ、うん、何回やってもうまく焼けないわけですよ、うん、切ったらまだ真ん中が冷たかったりとか、うん、でそこで新宿にあるオステリアビンチェロっていう店があって、うんうん、そこの斉藤さんっていうシェフに来てもらって、うん、何回も何回も深夜に来て教えてもらって、うん、そうこうなる原理みたいな、うん、なぜこうなるかっていうので、うんうんうん、それがまあ彼に一番教えてもらいましたですね、うん、まだ食べに来るまで出した時にあこれちょっと寝かしがあと5分もうちょっと寝かすと子がロゼ色になるんだよみたいな、でも慌ててるから待てないわけです、前出さなあかんみたいな、目の前でもう殻さらなってるしと思ってでちょっと逆もうちょっと逆算してやろうとかっていう風にやっになっていたわけですよね、はい、なんか肉の芯を58度に調整するテクニックとかって書いてある、まあ、まあテクニックというか、まあ、そういう感じで、そういうイメージでやってその時にこう針刺してやってくださいみたいな、まあ、だから寝かせながらまあ焼いて時間をかけるってことですね。です、はい、でお客様にお出しするのを逆算して、はい、やっていけるようにだんだんなっていきます。ただまあレストランだと大体メインがお肉なんで、うん、最初の段階で焼いてこう寝かしてるじゃないですか、うん、僕ずっと肉出していくんで、確かにそうなんですよまあ最初に A ってお肉焼くと焼いて寝かして次 B ってお肉乗っけてるでしょ、はい、だんだん自分が何焼いてるか分からないってことですあれこれ誰に出すやつ全部肉やみたいな、そうそうで、なんか、まあ、工夫してすぐ焼き肉、肉を入れるのを木箱使ってたんですけど、はい、お寿司入れるような、はい、で木箱に、この木箱は、小西さんの木箱、はい、辰野さんの木箱、はい、この木箱を別に分けて、はいはい、見せてね、見せてたんです最初に、はいはい、これ今日これいきますって、はいはい、それがこう、SNS とかにアップされたのがもう最初ですね、はい、その辺から映え始めたわけですね。そうなんです、映えますもんだから、ね、木箱に、その当時はそういうのをやってる人が、うん、まあ、あんまりほぼいなくて、うん、これ全部食べていいよっていうことで、なるほどね、まあ、でも基本は赤身肉でいこうと、そうに変わっていきました。最初は霜降りもやったんですか？あ、肉としては赤身肉です、はい、赤身肉、はい、それ なんで赤身だったんですか？まだ霜降りのブーム、そうですね、ブームっちゃブームですけど、なんか塊で焼いてこっちがきちんと焼く自信があるという前提でいくと、そっちの方がいいかなっていうのと、まあ自分も年取っていってたし、まあだんだんそういう人たちの方が客も増えるかなっていうので、年齢的にそうですよね、はい、で満腹でも5000円、はい、5000円ポッキーで赤身肉ががっつり食べられる、はい、これ当たりますよね。当たりますっていうか、まあ最初の1年ぐらいはもっと出してたんですよ、はい、その木箱を見せてでまだ残るわけですよ、はい、残ってますよって、はい、どうします、はい、いいですって言うと、はい、この残った小西さんのやつを辰野、はい、さんの木箱に入れて、はい、食べる人とかに回したりとか、はい、でもあまりにも多いっていうのでこう調整していって、今はもう大体これぐらいみたいな感じになってますけど、最初はもうめちゃめちゃ出しましたですね。お酒もすごいヴィンテージものウイスキーとかガンガン出しました。でもそれでもまあね、そのめちゃくちゃ儲かるわけでもないのかもしれないですけど、でも赤には絶対ならないように。そうですね。なんかでもその時は、売上が極端なこと売上ゼロでも、そもそものルールが僕を縛るためのルールな店だったんで、目的がね、だから何やっても黒字のイメージだったんです。なるほどなるほど。で実際お客さんが少しでも来てくれると、なんかめっちゃ黒字みたいな、そういう気持ちでやってるんで、すごい心の余裕はあります。なるほど。まあ切羽詰まってる人と、まあ、余裕ある人だと、まあ、余裕ある人の方が店に行きたいじゃないですか。で、まあ、霜降りは多分
使っておられないんだろうなと思うし、うんはい、赤に身入れずってやっておられて、うんうん、でなんかどっかでおっしゃってたけど英語のランクは僕はいらないと A3 とか、はい、もう 2とか、はい、そうなんでいいんだと、うん、3ぐらいですね、はい、それぐらいがやっぱり一番こう、はい、リーズナブルってことですか。ただ、はい、価格的にはもう今はもうほとんど差はないですね、うん、あそうですか、はい、そうなんですね、なんか高くなっちゃった、下が上がってきてるんで、へえ、はい、なるほど、もっと10年以上前とかだとそこそこ差あったかも分かったけど、うん、ありましたね、今はもうないですね。なるほど、うん、じゃあそのオープン当初2012年でしたっけ、はい、オープンなさった頃ともう6年7年6年6年経ってる、うんうん、お客様は変わりました、来てくれてる方ですか、はいはい、そうですね、うん、あのまあでも、ね、あの年齢層は、うん、まあまあ広いと思いますけど、うん、まあホルモンの時みたいに大学生が、うん、こうファッション的な感じで来ることはできないですけど、うんまあ、7000円ぐらいかかっちゃうんで、うん、なんか僕が出会いたいというか、うん、こういう感じのとか来てほしいなという人には来てもらってたか、うん、と思いますね。なんか皆さんそのトイレにねこの絵が描いてあったりとかこういろいろあるじゃないですか来られた方がどういうあれで描かれるんですか、 お願いするんですか、それともそうですね、まあ、ね、あれは、ね漫画家さんなんかはよくうちのもうホルモンの頃からの常連さんが多いのでその流れでずっと来てくれてますね。あとはまあああいう感じの店が当時は珍しかったのであのいろんな媒体にもお世話になったのでそれ見ていろんな人が来てくれましたね。で来てまあねダメだと思う一回来たら終わりでしょうけど、はい、ずっとやっぱり継続してプラスだんだん予約が取れなくなってくると、はい、で多分今肉山さん予約取れないんじゃないですかね。そうですね、今ちょっと年内は取れないんですけど、うん、昨日取り出しました、うん、昨日から。あ、本当ですか、はい、え、年明けの分は、はい、あ、だからちょっとそこに、まあ、皆さん多分そうねお考えなんだと思うんだけどそうですね、と取れないんですよ。だから肉山さんは美味しいから行きたいと思っても、うんうん、取れない場合はどうすればいいんですか。誰かに乗っかってきて、うん、乗っかってその方法ですよね、まあ、あるいは吉祥寺は難しくっても、うんうん、今都内だと例えば どれぐらい都内はないんですね、1個しか、まあ、都道府県そうですね、あそう都道府県 1位ですよね。そうそうそう、都道府県1オーナーなんですよ。2県やってもいいんですけど、うんうん、なるほどなるほど、まあ、この辺だと千葉か大宮ですね、千葉ね、うんうん、あなたがこの前行ったモテ、はい、モテアワと、うん、はい、だと予約が取れたっつってましたよね。そうですね、うん、多少は取りやすい、はい、数ヶ月先ですけど、それでも数ヶ月そうです、でも行った日にまた次の予約を取るっていう、あ、行った日に次の予約を入れてもいいんですか。大丈夫です、それ大丈夫ですか、はい、そうなんです。いやー、なんでも大変ですねまあありがたい話ですけどね、そうでしょうけどね、はい、で、まあ三山さんというのはお話も上手だしプレゼンテーションもうまいし、はい、あの、うんうん、SNS を初期の頃から最大限もう本質的な部分で理解されてた方だし、うんうんうん、みたいな。であと、はい、面白いのはそのお客さん同士が、三山さんが仕掛けてるのかどうか分かんないですけど、お客さん同士が肉山登山って言ってみたりとか、はい、なんかいろいろ自分たちで楽しむじゃないですか、はい、登場しました。僕は今の現場のスタッフはたまに登山とか言ってますけど、僕自身は自分では一切今まで一度も言ったことがないです。そうなんですね。じゃあ道山さんがなんか仕掛けてるわけで、彼はお客さん用語かなと僕は思ってます。まあ、たまたま2階にあったりとか、そうですね、それで一回あのカウンターにあの登山の格好で来たりとかいて、場所が吉祥寺だから僕高尾山の帰りに寄ったと思ったんですよ。2回はい、確かに、あの高尾山登山して吉祥寺で降りて、タンパク質を取りに来てるのかなと思ってずっとやり取り普通に出してたら、あの店のさ、あの突っ込んでほしいんですけどってなってえ、何なんですかと、あの肉山のために登山の格好本物もんですよ、靴まで、え、すいませんとほったらかし て本気で高尾山の帰りは思いましたね、はい、4人で、そうなんですよ、すだからそれっぽいじゃないですか、4人ぐらいと、あ、すごいな、そのコミュニティもなんかすごいよね、なんかね、まあ、皆さんが勝手に楽しんでいただいたり、たまにね、1回ぐらいこう大雪で、うん、こうなんかこう雪が積もったりするじゃないですか、うん、なんかこう冬山登山っていう人がいてあったりその前に宅急便届くんからお肉届けへんかもって遭難したらどうするんだみたいな、ね、そういう風なことを言ってるんですね、無事下山みたいな、本当だよね、すご
ごいですね。そうなんです。なんかすごい量だからこう今5合目までこう肉を食べてこう、はい、持ってきたよっていう意味もあんのかなと思ってましたけど。そうだから全部食べ終えてこう、うん、登頂しました。あ、そういうこと。山頂見ましたみたいなイメージで私は食べてました、ね、最初本当にもっといっぱい出してる頃は、うん、お客さんもお任せで肉がずっと出てくるまで経験したことないから、これってどれぐらいなんですかって言われたんですよ。で僕はそのと、うん、あの登山って言わないので、うんうんうん、何合目ですって言ったことないんですけど、うん、野球で例えて3回裏終わったとこです、うん、まだ7回ぐらいじゃなかった、はい、みたいな。もしかしたらコールドゲームもあるかもしれません。なるほど、面白いね、はい、で今肉山さんは1階肉山の1階っていうのも作ってらっしゃって、うんうん、僕もこの前ちょっと行かせてもらったんですけど、はい、あそこまた違うんですね。はい、あれは僕の地元の鍋なんですね、大阪のちりとりの、ね、あれが好きなんですね、はい、比較的安くて、はい、食べられるんですけど、はい、あそこも予約があるんですか。あれは普通ですね。結構普通、まあ、ます、はい、大丈夫なんですね、はい、安いですよね。6500円ですね。あ、それでもそんなぐらい、あの飲み放題込みになってます、自動的に。すごい、はい、うん、やっぱりでも若い人いっぱいいてね、結構混んではいましたね。でちょっと最後に教えてほしいのは、まあいろいろとそののれん分けというかフランチャイズみたいなことをやってらっしゃったりとか直営やってらっしゃったりとかするんですけど、はい、それは どういうふうなあの形での展開になるんですか。今はもう本当に出店するとしたら肉山でしかないので、はい、あの9月にも静岡と札幌でオープンしますけども、はい、それは都道府県に1個ずつ 1オーナーはオープンできる県でありますよと、はい、そうですね、はいはい、で、うん、その形でオープンしていくだけですね、うん、あとはまあそこで、うん、あのフランチャイズとしてのお金が発生するという、うん、それ今もそれだけですね。もう過去にはその直営店からの独立はありますけど、うん、今後はもうその直営で増やしていくのは、うん、まあ、おそらくないと思うので、あ、まあ、それプラス、うん、僕は天ぷら屋とか餃子屋さんにお金を出したように、はい、こいつええやんっていう人には、うん、あのできれば都内で、うん、まあ、お酒を飲むような場所を提供する店をしたいなと思ってます。うん、まあ、それも 人ありきなので人ありきですよね、はい、お前ったら行こうかみたいな。そうですよね、はい、うん、なるほどね。フランスにもね、あの、うん、出て行かれてそうですね、出身なさってみたいなことですからね、はい、うんうん、はい、ありがとうございます。では次回最終回になってまいります。よろしくお願いいたします。お願いします。一皿シェフズテーブル、次回も食のネクストトレンドを発信していきます。お楽しみに。